いですね、本当に風がすごい。お仕事でした。私も今日は仕事だったんですけど、昼間で終わりました。そう、でも雨ほんとすごくて、なんだろう、その仕事現場から最寄りの駅まで帰るのに雨がすごすぎて、そう大変でした。今日はタクシーにちょっとだけ乗って雨に当たんないようにね。なんか雨が止んだり降ったりっていう、あれ何なんだろうね、すごい本当に。台風よりなぎちゃんの友達の車椅子が心配。あ、そう、それもそうですね。昨日私今親友がお家に泊まりに来てくれてるんですけど、そうなんか親友、昨日親友とね、そのなんかお出かけしてたんですよ。昨日お休みだったから私お出かけしてて、そしたら歩いてたら親友となんか傘差しながら歩いてたの、雨がすごすぎて。そう、2人で傘でこうやってやってて、私が歩いてたらちょうど階段があったのね、目の前に。それで明日階段降りようと思った瞬間に隣の友達がスンって消えていなくなったの、隣から。で横見たら転んでて、でもね、階段が結構その転びやすい階段っていうか、なんていうの、幅が広くて段の高さが低い階段だったから、ちょっと転びやすい階段だったなって思うんですけど、雨も降ってたし、それ転んじゃって、そうで、そう痛い痛いって言ってて、で起き上がれなくて結構その5分ぐらいだから、車椅子取ってこようってなって、まあ、近くにそういう救護施設みたいなのがあったから、そっから車椅子持ってきて、そう本当に頭打たなくてよかったよね。そう、車椅子乗ってね、え、本当に今はね、ちょっと捻挫なのかな、捻挫で済んだっぽいけど、捻挫で済んでよかったです本当。怖いよね。でもそう、帰り際だったから、そう今日病院行ってました、親友多分松葉杖かもね。でも湿布貼って、でもね今日は全然まあ元気そうでした。そう、でも車椅子乗ることはなかなかやっぱないから、その親友車椅子乗りながらもうなんか笑っててね。でもまあびっくりするよね。私はめちゃくちゃびっくりしたよ。そうね、車椅子に乗るなんて、私は小学校のその体験してみようみたいな感じでしか乗ったことないですね。そう、でも本当に軽症でよかったですね。危ない。そう、テーピングしてもう確かに笑うしかない。そう、もうなんか笑うしかない、ほんとそうね。でもなんかその友達の子といる時っていつもなんか友達転ぶこと多くて私が小学生の時になんか家帰ったら遊ぼうっていう約束をしてて、で早く帰ろうってなって、小学校めちゃくちゃ坂道だったんですよ。その坂道を走ってたの2人で。そしたらその親友の子が転んで、その時も同じ状況でした。そうね、よく転ぶことが多いんですよね、私のその友達が。そうね、前もこんなことあったよねみたいな話になったんですけど、そうやっぱね、足元はちゃんと見てください皆さん、うん、お茶
ちょこちょいドジっ子、それはドジっ子っていうのかな、うん、ね、本当に気をつけて、転ぶ側も痛いし見てる側もびっくりするしみたいな。うん、ね、そう、怖いから気をつけてください。半年前の雨の日にそのパターンでひどい捻挫をしました。えー、やっぱ捻挫って痛いよね。なんかね、捻挫は後から来るんですよ、痛いって。なんかね、足曲がんないみたいななるよね。わかる、痛いから。麦ちゃんは転びやすいの？私はなんか転んだとしてもこける程度で済むんですよ。そう、多分私反射神経は自信あるので。そうなの、転んでもそんなに重症とかになんない。うん、ね、そう、じんじん痛くなっちゃうから。そう、私は丈夫なんで丈夫だから。そうそう、うん。でもね、本当に昨日雨ひどかった。なんか雨に当たるとなんか痛いレベルに雨が降ってた、うん、本当になんか水、滝が落ちてきたみたいな感じ、すごかったな本当に。雷も鳴ってたしね。そう、なんかなんていうの、ゲリラ豪雨みたいなのが1日に 5,6 回みたいなね。あれやめてほしい。傘を差したりなんか傘をバッてやったりまた閉めたりっていう動作がマジで大変だった昨日は。やめてほしいよね、もう1回に済ませてほしい。でもファンの方からその日傘兼傘みたいな、なんかボタンで勝手に開いてボタンを押したらまた勝手にバッて縮んでくれるっていう傘いただいたんですよ。その傘めっちゃ便利、ボタンを押すだけでパッてなってシュッてなるから、めちゃくちゃそれ使ってるすごい便利。しかも折りたたみだから小さくなるしね、やっぱ手動よりボタンの方がいいですね。そう、日用品をいただきました。ここのピッて出るのが気になる。今日は前髪を分けてみました。今日ね、撮影があったんですよ、お昼まで。その時に髪をちょっとウェットにしたのでちょっとね、ピョって出ちゃう。うん、ビニール傘はダメだね。ビニール傘って壊れやすいよね。しかもビニール傘ってすぐ盗まれるし本当に。でも私はまだその被害に多分会ったことないですね。でもビニール傘はね、名前書いておくべきだと思う。暴風でも耐えられる傘欲しい。
欲しい。でもあるよね、そういうなんか特殊な構造をしてる傘みたいなやつ、どんな暴風でもひっくり返りませんみたいなやつ。でもね、あれ折りたたみ式多分見かけたことないから、あれの折りたたみがあったらめっちゃ欲しいけど。俺雨の日のバイト終わりに盗まれてた、最悪じゃん。しかもバイト頑張ってさ、疲れた帰ろうってなってる時にさ、雨降って傘盗まれるって、え、それはもう爆発案件ですね。同じコンビニで傘2回取られた、やだ。絶対取られたくない。人生で5回ぐらい盗まれたことある。それはそれですごいけど、そんなに盗まれることあるんだね。夜中に緊急速報のアラーム鳴るのびっくりする。なんか昨日鳴ってました、もしかして、その緊急速報のアラームみたいな。だから私ね、なんか鳴んないんですよね最近。設定なのか何なのか、なんか鳴ってる人いたみたいで昨日。でも私の携帯は本当に鳴んないんですよ。ねえ、でも絶対設定だと思うんだけど、なんかでもね、あの音が嫌だよね、鳴るとびっくりする。心臓に悪いね。なんか寝てる時になるとほんと心臓に悪い、シーンとしてる時とかね。関東はこれからだよ台風。本当に怖いな台風。もう慣れたかも。嘘、あのアラーム、怖いよあのアラーム。明日の4時頃に関東来る確か。4時って朝の4時？うん、あ、朝の4時に来んの。明日私なんだっけ、何の明日は、何の仕事だ。あ、っていうか今明日のお仕事なんだっけって言った瞬間に明日のスケジュールメールが今来た。すごいタイミングいい。ね、なんか台風の時間、台風が来てる時にさ家出なきゃいけないっていうのが一番嫌だからね、ちょっと収まってる時に移動がいいな。マネージャーさん配信見てるのかね、そのレベルで今すごいタイミング良かった、びっくりしたね。いやーんですね、ドンピシャすぎた。前日の夜にスケジュール来るのね。大抵そうですね。ね、だからでもね、あんまり遅いとあれってなるんですけど。もちろんマネージャーさんは見てるでしょ。見てないんじゃない？ね、全員分見てたら大変だろうし、マネージャーさんは見てないと思う。
明日7時半に家出るから大変だな。そうですね、なんか電車とかも止まっちゃいそうですけど、どうなんでしょうね。でも飛行機とかは結構欠航になってる。今なんかダジャレ言っちゃった。飛行機とかは結構欠航になってるですよね。欠航になってる便が多いですね。ねえ、でも乗る側も欠航にならないとちょっと不安になるよね。なんか怖い、うん、安全な上で乗りたい、うん、さっきから風の音がする。すごく結構結構稲垣かおりちゃんかと思いました。え、どういうこと？かおりちゃんダジャレ言うんですか？そういうキャラだったっけ結構結構セリカちゃんみたい。まあセリカはまあダジャレうまいですよね。ダジャレを差し込んでくるタイミングがうまいんですよ。まあ今何時って言ったら、最後に字がつく言葉を返してくるからとっさに出ないよね。でもね、何時オレンジみたいな、 それがなんかすごいなって思う。よく最後に字がつく言葉思いつくなみたいな。そんなパンって思い浮かばなくない？何時って聞かれて、不意打ちに。関西人なので、やっぱ関西人の人は何時って言われたらそう答えんのかな。すごいね、面白いね。お笑いは反射神経っていうもんな。あ、そうですね、頭のキレが良くないと。いや芸人さんとかってね、頭いいですよね。絶対頭のキレが、頭の回転が早いから。マジレスすると19時20分です。そうですね、今21分になりましたね。なぎちゃん今年の秋は何がしたい？秋？秋か。なんだろう、何をしたいかな。でもね、秋は本当に食べ物しか思いつかなくて、まあ、いつものことだろうって感じなんだけど、なんだろう、秋っぽい。なんかでも絵の具、芸術の秋なので絵の具使って絵を描きたいですね。なんかそういうグラビアをやってみたい。秋にベレー帽とかかぶって描いてるよみたいな感じの、そうグラビアやってみたいです。秋に飽きたから秋が来る。あ、すごい3連じゃん。3連の親父ギャグ来た。すごい。秋秋秋、秋に飽きたから秋が来る。秋が、うん、すごい今の。
4連行ってほしかった。4連のダジャレってむずくない？そんなのあるかな。え、ちょっと思いついたら書いてみて。なんだろう、なぎちゃんピノキオ見た？え、見ました見ました、見たよ、ディズニープラスの。はい、いや、あれ面白いですね。うん、でもなんかそのバッタじゃないわ、なんだっけ、ピノキオの音もしてる、あのバッタだと思ってたんだけどバッタじゃなかったんですよ。なんだか、なんだっけなあれ、なんか出てこない、名前も出てこないし虫ってことしか出てこない。あ、コオロギだったかな、キリギリス、あれ何なの、コオロギ、キリギリス、どっちですか。なんかキリギリスとコオロギで分かれてますね。ジミニー、あ、そう、ジミニーって名前だったっけ。そのコオロギがキリギリスか分かんないけど、そのジェミニーっていうキャラクターがなんかあまりにちょっとリアルすぎて、あ、ちょっと虫感強いなと思いましたね。あの、いや、可愛いは可愛いんだけど、やっぱ CG となるとリアルになっちゃうから、なんか虫な感じが強く出てました。ほぼ結構ね CG 率高かったですね。鳥とかも CG だったし、そう、あ、こんなに CG 率高いんだと思いました。キリギリスか、でも面白かったです。でもなんか元々の原作よりもちょっと話が違う気がしました。気のせいかな、そんなにピノキオを見たことはないんだけど、あれこんな展開だったっけみたいな。そう、でも面白かったです。ね、映画は本当にね見たいのが多すぎて、最近あのついこの間はあれ見たいなって思いました。あのなんかね、なんだっけな、ツイッターで見つけたんですけど、なんとかハウス、なんだっけな、ザ・なんとかハウスみたいな名前なんだけど、内容がなんか水中の中にある一つの家があって、でそれを見に行ってみようみたいな、そう、人たちがいて、でダイビングで海の中潜ってその家を調査みたいな見に行くんだけど、なんか人が住んでるはずないのになんか人がいるみたいな展開になるみたいな話なんですよ。あ、ザ・ディープハウスだったかな、そんな気がする。めっちゃ怖そうと思って、でもなんかその水中の中に家があるのにそんな場所で人は住めないから、なんで、何なんだろう一体みたいな感じの、めちゃくちゃ見たいんですよ、それすごい気になってます今。だからランリーがさ、そのホラーの映画好きだから、ランリーに今ねこれどうってそう LINE してるんです。そうで、まあいいよって言ってくれたら一緒に見に行きたいなって思います。面白そう、でもホラー映画だと思う。でも水中でそんなのに出会っちゃったらもうね、あのね、地上にいる速さで逃げれないから、より怖さがなんか増すと思うんですよね。一緒に息とか止めちゃいそう、見ててそれで酸欠になるみたいなね。めっちゃ評価低い、嘘、え、評価低いの、終わり方がなんかあれなのかな。え、でも見に行ってみたいんですよね。
気になってます今。でも多分そんな多分大きい映画館でやってない気がするんですよね。そう、予告はとりあえず面白かったです。うん、あ、映画は魚の子を見ようと思ってます。あ、魚の子ね、そう、のんさんが出てるあれですよね。あれも面白そうです。まあね、公開期間のうちに見に行きたいですけど、見に行けたら行きます。あとね、なんかあったの面白いなって思ったの、ホラー映画で。なんだったかな、それもちょっと B 級映画みたいな感じなの、でも忘れちゃった、名前がちょっと。うん、いっぱい見たいのあることはいいことね。そう、いっぱい見たいのがあります。でも今はネットフリックスで面白いドラマみたいのを見てて、なんか自分が霊嬢だと偽っていろんな詐欺を働くドラマなんだけど、そう、面白い。なんかすごい、なんて言うんだろう、世界観がすごいです。なんかおしゃれな映画だなと思います。うん、世界観が広がる映画。ああ、そうかも、世界観広がりそう、見てて。なぎさんが見たいのはザ・ミソジニーですか。あ、それは知らないな。あ、でもネットフリで見てるのは、そう、霊嬢アンナの真実、それだったかな。でもそう、それです。アンナっていう主人公の女の子がいてみたいな話面白いです。でまだね、3話ぐらいしか見てない、見てる途中。うん、ファンタジー系が好みですか。ファンタジー系大好き、すごい好きです。つい最近もファンタビのそのそう、ダンブルドアが若い最新作見ました。そう、一回映画館で見たんですけど、なんか見たくなっちゃって見ました。映画館どのあたり座る？真ん中？映画館はもう断然一番後ろの真ん中ですね。なんか後ろに人がいるのが嫌なんですよ、人の気配がするのが。だから一番後ろがいいです。一番後ろで真ん中らへん。
やっぱり本当ね、そうやっぱ真ん中ですよね。でもね結構みんな一番後ろが好きだと思うからね、早めに席とかを取っとかないと、もう一番後ろのいい場所が埋まってるんですよね、いつも。そう、一番後ろのど真ん中で見れた経験ない、うん、いつも直前でね映画って見に行こうってなっちゃうから。人の頭が邪魔じゃないの。うーん、まあね、うん、どうだろう、身長高っみたいな人は前になること私多いんですけど、あ、目の前にめっちゃ身長高い人いるじゃんみたいな、結構そういうこと多いんだけど、まあでも映画が始まっちゃえば映画に集中してるからそんなに気になんないかな。まあ、こうやってちょっと見たりするけどね。そうなんですよ、私前に身長が高い人が座る率高いんですよね、結構。なんでだろう、クッション持っていけば。なんか映画館にあるよね、そのクッション置いてる映画館。今はなんかないかな。うん、でもね、置いてる時代っていうかあったよね。結構高めのクッション、こんぐらいの分厚い。なぎさちゃんが小さいんじゃなくて自分が低いからそう感じるんじゃない、ほぼ全員自分より高いのでは。いやそうなんだけど、いや違うんです。例えば家族連れがいるとするじゃん、子供とその大人で、じゃあ私絶対大人の後ろになっちゃうんですよ、子供の後ろじゃなくて大人の後ろ。そう、カップルで言うとその男の人側の後ろになっちゃうみたいな。絶対なんか身長高い人側になっちゃうの。身長とか関係ないの私、なんでって思うんだけどね。積運があんま良くないんですかね。悲しくなるわ本当に。ね、そう、損した気分、まあ、若干ね最初の方だけね、まあ、終わってみればいい映画だったってなるんだけど。そう、お祓いしてもらえば、お祓い、お祓い、いや、うん、コンサートでもあるある。まあコンサートはね本当に積運が全てなとこあるよね。エンドロールまで見る、あ、私は見る派ですね。なんかエンドロールの後にたまにおまけの映像とかあったりするんですよ。それがあるかもしれないって思うと、なんかなかなか劇場を出れない。そう、でもない時はないんかいってなるんだけど、でもなんかエンドロールまで全部見たらちゃんと全部見たっていう感覚になるから全部見ますね。ね、でも前にあのテレビで最近か、それの常識クイズみたいな、常識はどっちみたいなテレビ番組やってて、それでそのエンドロールを見る見ないみたいなやつ出てました、質問で。でもやっぱエンドロールを見る人が多いらしいですね。そうそう、見る派が多いのよ。パンフレットは買いますか。どうだろう、なんか舞台とかだったらね、本とかみたいになってるパンフレットだから買ったりするんだけど、映画ってなるとなんかあんまりめっちゃ好きですみたいな感じじゃないと買わないかな。買っ
ったことないかもな、映画のなんかそういうパンフレットって。ポップコーンは買う派。私はポップコーン買わないです。そう、なんか塩味のポップコーンはね、あんま食べないです。でもチュロスがあったら絶対チュロスを買うんですけど、チュロスがある映画館ってね、そんな限られるんで、まあでも大抵飲み物だけとかになりますよね。ポテトがあったらポテトとか。ディズニーで買わない？ディズニーのねポップコーンは大好きなの。キャラメルとかあるし、ブラックペッパーとか、カレー味が一番好きですね。それは食べる、大好き。ずっと食ってるやつうざい。うそ。まあ確かにね、音が出る食べ物は私も結構アクションのシーンになったりとか、盛り上がってるシーンに一気に食べるタイプです。なんかね、重要な真剣なシーンってちょっと食べにくいので、いかに音を気づかれず食べるかっていうねことも考えちゃうよね。わかる。まあでも食べるタイミングってねむずいよね。そうそう、音が大きい場面で今だみたいなね。今みたいな食べる。今しか。まあでもそういうね、ポップコーンとかの音も聞こえてくるっていうのが映画館の良さなのかなとも思うけどね。集中しすぎて丸々残ったことありますか？集中しすぎて、あーでもなんか食べる手が止まっちゃった映画はあって、ランリーと見に行った映画だったかな、なんだっけな、ホラー映画で結構ねグロかったんですよ。その映画がグロくてうーってなって全然手が進まないみたいな。そう、ホラー、なんかホラーだったら全然食べれるんだけど、グロいってなるとちょっとねやっぱ手が止まっちゃうよね。そうそう、そう結構後半になってあやばいってなって食べた記憶がある。確かランリーと見に行った映画だった気がするんだけどな。赤いナースコール実況配信してほしい。あ、こないだ私がやってたから。赤いナースコールってあれ何曜日だっけ、今日でもね、私そう、あの赤いナースコールをさね見たいって言ってる割には把握してないんですよ、放送される日を。何曜日なんだろう。でもつい最近だったから、その見たのが今日。あ、今日。え、なんか1週間経つのって本当に早いね。だってつい最近その配信してた記憶すごいから。そうなんだ。でもね、もうあれ本当に遅いからね、時間が。やりたいけど。そうね、もうちょうど今親友も遊びに来てるし。
やりたいけど、まあ、時間がね、最近早く寝るようにしてるしな。でも、まあ、見るは見る。見れたら。あ、そう、11時6分からね、そう。ねえ。でもなんか前回見た時に、あの前回の、あ、先週は配信してないか、実況配信。あ、してたか。でもやってる途中で配信終わったんですよ、確か。でその配信終わった後に見てたらさ、なんかもしかしてワンチャン主人公のあの2人のどっちかが犯人なんじゃないか説みたいなのが出てきて、なんか変な会話してたんですよ。どんな会話だったかな。なんかそう、そういう匂わせるような会話を2人でしてて、え、もしかして、え、主人公が犯人なのかなみたいな。え、しかもさ、なんかそのカップルの女の子側の子がいるじゃないですか。その子がなんで病院から出れないのみたいな、男の人にめっちゃ詰め寄られるシーンがあったんですよ、その後に。そうで、親からも連絡取れないし、なんでみたいな、あなた閉じ込められてるよみたいな感じになって、え、どうなってんのってなった時に、え、急になんか体、え、めっちゃやばかったの。で、なんかノコギリで、もう体真っ二つにブーンって急になんか体が切れ出して、本当にびっくりした。あれ、あんなパターンあるんだみたいな、うわーって言いながら見てました。え、すごかった。なんかえぐいね、えぐかったです、すごく。でもあれをさ、普通間近で見たら失神しちゃうレベルだと思うんだけどさ、間近で見れる彼女よって思ったね。でもなんかだから彼女のことを閉じ込めてるのが彼氏で、彼氏が犯人なのかなみたいな、そう思わせるようななんか感じだったね。本当に誰なんだろうっていう。そう、でも刑事さん、なんかさ、誰が誰をみたいなのってだんだん分かってきてるじゃん今。刑事さんが刺されたのも確か、誰だったかな、忘れちゃった。でもね、そう公開されてたんですよ、誰だったみたいな。誰だったかな、うん、でもね、そう、ま、主人公だと思います、私はね、犯人は。ね、本当に誰か気になります。代わりにやられちゃったからね。え、ね、怖すぎだよね。が、今日ね、見れたら見ます。でも、ね、今のところその主人公2人が怪しいっていう感じになってます。晩ご飯何食べた？お、晩ご飯か。まだ食べてないです。でもさっきまでイチゴ食べてました。今日撮影現場にイチゴが置いてあって、こういうなんかね、ミニサイズのイチゴいっぱい入ってた。可愛かった。イチゴを食べてましたね。そう、アイドルらしいなんか食べ物を食べてるなって思いました、今。でもフルーツが今いっぱいあって、冷蔵庫に
今日撮影現場からブドウももらってきたんだけど、ブドウも今ね巨峰がめちゃくちゃ届いてて、そう、それを食べきらなきゃいけないっていうのと、梨、なんかその一区から梨届いて、その梨をいただいてね、梨も食べるし、フルーツ三昧です。大好きだからね、私フルーツ。フルーツほんと好き。巨峰ブーム？巨峰美味しいよね。巨峰はほんといくらでも食べられます。でもなんかポリフェノール取りすぎると鼻血出るみたいに言うじゃん。だからちょっとね、鼻血出ないかなって怖いけど。最近はほんとにポリフェノールめちゃくちゃ摂取してる。美味しいですよ、巨峰は本当に美味しい。柿の季節ですな。柿ね、私でも柿ねあんまりなんですよね。あんま好き好んで食べないんですよね。私のお兄ちゃんはね柿すんごい好きなんだけど、わかんない。でも小さい頃に食べてんってなったんで、今食べたらもしかしてあ美味しいってなるかもしれない。柿はアイドルらしくないからな。え、そう？好きな食べ物柿ですって、嘘、アイドルらしくないですか？まあ確かにね、それだったらみかんとかの方がアイドルらしいのかな。ね、でもまあわかんないです、苦手なのかどうか。苦手だと思ってるけど。タワー来た。え、本当に？あ、これかわいい、なんか編みぐるみみたいな。お、博多バリカタマンアットマーク、土曜日のお話し会よろしくばーい、よろしくばーい、ありがとうございます。ペンギンのケーキなのかなこれ、かわいい、ありがとうございます。博多バリカタマン、ありがとうございます。かわいい。うん、ね、なんか本当に最近あれですよね、クマのクマ率がちょっと若干低くなってる気がする。いろんな動物のが出てきてますね。かわいいペンギン。最近北海道弁の勉強してます。え、そうなの？勉強、え、勉強するほど北海道弁ってある？でもそうなんだ、すごい。ね、でも北海道意外とねないんですよね。今日札幌ドームで熊出たらしい。やば。え、ドームに歩いてたの？札幌にも熊いるって怖いね。でも私のお父さん最近知床行ってたんですけど、なんかドライブで知床通って橋の上で、橋の上にいたら、そう、クマがいたの。ヒグマ、ヒグマが橋の下で普通に川でなんか鮭取ってんのかわかんないけど、なんか獲物探してて、その動画送られてきて、でもやっぱなんかさすが知床だなとは思いましたけど、すごいね、なんかそんなクマって、いや怖い本当にね。でもね、そんな大きいクマじゃなかったんだけど、いやでもね怖いですよね。そう、でも橋の上から見てたから全然その
大丈夫だけど、そうねえ、野生って野生だからね、本当に。そう、まあね、なんかでも最近クマのそういうなんか森から降りてきちゃうみたいなことが多いんですよね。なんか普通に住宅街にね、なんか一回ありましたよね、クマが住宅街に普通にいるみたいな。めちゃくちゃ怖い。もうなんかそういうことが多くなってきてる、ほんと。だからね、北海道旅行するって方はなんかほんとクマが出てきてる時期だから気をつけてくださいね。そう、クマ出没注意っていう看板もあるんですよ、普通に北海道は。鹿もあるし、クマもキツネも。そう、怖い、気をつけて。かわいい、マリトッツいっぱい。そういえばマリトッツ私食べたことないわね。流行ったけどなんか食べないで終わりました。ねえ、なんかそのコンビニでもマリトッツォは見なくなったし、代わりになんかトゥンカロンが売ってますね。ね、そう、本当に売ってる場所も減ったし、そう。トゥンカロンまだ食べたことない。いや、トゥンカロンは美味しいです。一番好きなお店はママロンっていうところのトゥンカロン。大きくていろんな味があって美味しい。池袋とかにありますね。すごい好き。トゥンカロンはマカロンとの違いは、そのトゥンカロンは分厚いんですよ。だからその分バタークリームの中が分厚い、バタークリームが入ってて、でマカロンはジュレとかなのかな、多分で薄いみたいな。そう、なんかマカロンだとちょっと生地感を楽しむ感じがあるけど、トゥンカロンはそういう、まあなんだろう、バタークリームとその生地みたいなのを楽しむみたいなところがある感じがする。そう、配信で食べてた前。ね、そう、大好きです。じゃあそろそろ今57分なのでちょっとランキング読みたいと思います。13位は山本ティアンさん、ありがとうございます。そして12位上子おさむしさん、ありがとうございます。上子であってんのかな、さっきの読み方間違ってたらすみません。11位ココポンちゃんさん、ありがとうございます。10位ずっこさん、ありがとうございます。9位にゃんこさん、ありがとうございます。8位ひろゆきアットマークあーはいさん、ありがとうございます。7位はーみさん、ありがとうございます。
6位メロメロさん、ありがとうございます。5位サンキューサンキューテンキューさん、ありがとうございます。4位ケンケンさん、ありがとうございます。3位トカチンさん、ありがとうございます。2位ヤマトさん、ありがとうございます。1位博多バリカタマンさん、ありがとうございます。はい、以上になりますね。まあもう58分だけど、まあありがとうございました。急にね、10分前ぐらいに19時から配信するみたいに急に言っちゃったんであれなんですけど見てくれてありがとうございました。まあ今日はお休みなのでね、まあ、最後の最後までお休みをお楽しみください雨ですが、本当にね、明日からね台風当たるかもみたいな人もいっぱいいらっしゃると思うんですけど、気をつけてください本当にね。あと転ばないでね皆さんはい、じゃあ終わりたいと思います。またね、バイバーイ。ちょっと早いけどおやすみなさーい。